皆さんどうもこんにちは。東京 MTG スタッフの黒鷹です。今回は8月2日に発売されたブルームバロー統率者席に収録されているメインの統率者4枚の紹介と、それらの統率者と相性のいいカードを紹介します。最初に紹介する統率者は、動き出した兵隊に収録されている茨の吟遊詩人ベロです。茨の吟遊詩人ベロが戦場にいると、自分の単中マナ総量4以上のアーティファクトやマナ総量4以上のエンチャントが破壊不能、速攻、ドロー能力を持つ44エレメンタルクリーチャーになります。マナ総量4以上のアーティファクトやエンチャントが複数枚戦場にいると、かなりの高打点が期待できそうですね。それでは茨の吟遊詩人ベロと相性のいいカードを3枚紹介します。1つ目はウェザーライト。期待カードは登場という効果を持っており、本来であればクリーチャーをタップさせ登場させなければ攻撃もブロックもできないのですが、ベロの能力により自動で44エレメンタルクリーチャーになるので登場が不要になります。元から持っている飛行と合わさり、ベロの効果で速攻も持つため戦闘ダメージも与えやすくなります。またウェザーライトの能力で戦闘ダメージを与えると、山札から5枚見て歴史的なカードを1枚手札に加えられるのでリソース回復もバッチリ。他にもウェザーライトと同じく飛行を持つ領事の機関スカイソブリンやサンダーホックガンシップも相性がいいカードとなります。このようなカードで機体軍団を作って対戦相手を圧倒しましょう。2つ目はアクローマの記念碑。自分がコントロールしているクリーチャーに飛行、先制攻撃、トランプル、速攻、プロテクション、クロアカを付与する強力なアーティファクト。ただでさえベロの効果で効果もりもりの機体軍団を作れちゃうのに、アクローマの記念碑なんて置いた日には勝てない方がおかしいレベル。同じようなクリーチャー強化能力を持つアーティファクト、エルドラージの記念碑や不滅の太陽などを置いて置物ビートダウンなんていかがでしょうか。3つ目はミシュラン自己複製機械。アーティファクトの軍勢を揃えるにはやっぱり数が必要ですよね。ミシュラン自己複製機械は歴史的な呪文となるたびそのコピーがついてくる。コピートークもマナ総量は5のままなので、ベロで44エレメンタルにすることができます。不滅の太陽で歴史的な呪文である師範の占い駒を0マナにすると、繰り返し駒を唱えて大量のコピートークンが生成可能です。次に紹介する統率者はリスの悪ふざけに収録されているネバナのヘイゼルです。トークンを使用したマナ加速とトークン1つのコピー能力を持つトークン特化のリスクリーチャー。トークンがリスならコピーを2体生成できるので、リストークンを生成するカードは多めに採用すると良さそうですね。それではネバナのヘイゼルと相性のいいカードを3つ紹介します。1つ目は獅子生まれの獅神。他のプレイヤーのアンタップステップに自分のパーマネントを全てアンタップできるクリーチャー。ヘイゼルの能力でタップしたトークンやヘイゼル自身もアンタップできるので、対戦相手のターンになるたびに大量のマナを加えられます。大量に加えたマナはホコーバリスタのカウンターチャージに使ってもいいし、螺旋の円錐にカウンターを貯めて特殊勝利を狙うなんて使い方も可能です。あとはシンプルに X 呪文にマナを注ぎ込んじゃうなんてのもいいですね。2つ目は官房。自分のクリーチャーを選ばれたクリーチャータイプへ強制的に変更するエンチャント。もしリスを指定したら自分のクリーチャーみんなリスなので、ヘイゼルの能力でクリーチャートークンを指定したら必ず2体のコピートークンを生成できるようになります。せっかくコピートークンを生成するなら10くらいの巨大トークンをコピーしてみたいですね。そしてトークンを媒介する各種カードを組み合わせればトークンがさらに2体追加生成。ライブラリーのクリーチャーもリスになるので、茨声の餌あたりでデッキ内の全てのクリーチャーをサーチ可能。3つ目は王神の玉座。タップ状態のクリーチャーの数だけ各対戦相手のライフを失わせるアーティファクト、ヘイゼル込みで一気にライフルーズさせることができます。大量のクリーチャートークンを生成するカードと組み合わせたら10点以上のライフを失わせることも可能。次に紹介する統率者は流行の印に収録されているバンブルフラワー夫人です。呪文を唱えるたびに対戦相手にドローをプレゼントして自分のクリーチャーなどを強化できる激カーのウサギクリーチャー。呪文を2回唱えると自分も2枚カードを引けるので、呪文を連発するための工夫を何かしら仕込んでおきたいですね。それではバンブルフラワー夫人と相性のいいカードを3つ紹介します。1つ目は性別されたスフィンクス。対戦相手がドローするたびに自分も2ドローできる大量ドロークリーチャー。バンブルフラワー夫人の能力で対戦相手にドローさせれば自分は2ドロー。呪文を唱えるたびに2枚ドローできる状態になるので手札はすぐにいっぱいになるはずです。ドローするたびに能力が誘発するカードとの組み合わせはめちゃめちゃ強力。ドローをプレゼントするたびにより多くのアドバンテージを得ていくことが可能です。2つ目は金切り声のドレイク。戦場に出た時に自分のクリーチャーを強制バウンスするクリーチャー。バウンスで自分自身を手札に戻せば青マナがあるだけ唱え続けることが可能です。これでバンブルフラワー夫人の2回呪文を唱えるという条件を楽々達成できます。3つ目は気前のいい引き筋。自分がコントロールしていないクリーチャーへカウンターを置くたびドローできる一風変わったクリーチャー。バンブルフラワー夫人の能力で対戦相手のクリーチャーにプラス1カウンターを置いてあげればそれだけで確定ワンドロー。
せっかく育てたのでコントロールダッシュカードで美味しくいただいちゃいましょう。次に紹介する逃走者は家族が第一に収録されている警官の声ジニアです。例えば基本のパワーが1のクリーチャーが1体いると、警官の声ジニアはプラス1プラス0の修正を受けます。もしそのクリーチャーにプラス1カウンターが置かれても基本のパワーは1のままです。そして警官の声ジニアはクリーチャー呪文に神聖2を与え、11のコピートークンを生成することもできます。神聖でパワー1のクリーチャーを並べ、警官の声ジニアのパワーを強化するのが基本戦術になりそうですね。それでは警官の声ジニアと相性のいいカードを3つ紹介します。1つ目は嵐の従軍、自分のライフ分だけ11ペガサストークンを生成する豪快なソーサリー。ライフが20の時に唱えたら20体のトークンが生成され、ジニアはパワープラス20修正。マナ総量が重たいところがネックですが、世界魂の杖で召集をつけてあげると早いターンから唱えることも可能です。火事の神パワフォルスが横にいたりすると攻撃するまでもなく対戦相手を焼き尽くすことができます。2つ目は不遇な関係、出た時に11トークンを2体生成してクリーチャー3体タップで宝物を生成できるエンチャント、申請するために必要な2マナをクリーチャーを宝物に変換して賄うことができます。3つ目は弱者の死、パワー2以下のクリーチャーが出るたびワンドローできる人間クリーチャー。神聖で生成されるトークンはパワーが1なので生成できたらほぼワンドロー。似たような能力を持つ歓迎する吸血鬼がいたら申請するたび2ドロー。ドローするたびにクリーチャートークンを生成するカードがいると、白お得意のトークン生成倍化カードと組み合わせたら生成されるトークンが増えて、さらにジニアのパワーも大幅アップ。ということで今回紹介した逃走者は、茨の銀融詩人ベロ、ネバダのヘイゼル、バンブルフラワー夫人、警官の声ジニアでした。こんなカードも相性がいいよというものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。この動画が気に入ったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。